便秘外来っていう、まあ、クリニックみたいなのがあるんですけど、そこの先生が監修したマッサージになります。今まで多くの方と接する機会があったんですが、高級なスキンケアを使用しても何回エステを受けても求めている結果につながらない方を多く見てきたのと、あとは自分自身の経験から内臓がまず元気でいないと体も心も元気でいられないということに気づいて、今は特に内臓ケアだったりとか女性特有のトラブルに特化した施術を行っています。もともと美容が好きで化粧品の販売のお仕事をしていたんですけれども、なんかこうメイクとかこう上に重ねて綺麗にこう見せるだけじゃなくって、土台からこう綺麗になるお手伝いがしたくてこの業界に入りました。高級なスキンケアを使っても高いこうファンデーションを使っても悩みってなかなか改善されないことが多くて、それは何でかなって考えた時に、やっぱり土台の部分がしっかり作られていないと何をつけても綺麗に見えないということに気づいて、エステ業界っていうのに入りました。やっていただくうちにすごいなんか自分でも柔らかくなってきたって分かってできて、それが本当にすぐに呼吸しやすくなったりとか声が出しやすくなったりとかして、なんか今まで、ね、なかった感覚、なんか続けてったらこれもすごい体調が良くなりそうだなって感じました。こんにちは。こんにちは。お願いします。久米さんですね。ご案内します。こちらからスリッパでお願いします。そちらにおかけいただいて、荷物こちらどうぞ。手数なんですが、初めてになりますので、はい、こちらのカルテのご記入をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お預かりします。ちょっと体とかについてのお悩みをお伺いしていきますね。本日エステ担当します佐々木です。お願いします。今日のお困りの症状が、はい、便秘、はい、とお腹の冷え、うん、と胃痛っていうことですね、うん、はい。これはそれぞれどのくらい前から気になってるとかってありますか？便秘は結構慢性で、うん、でも食事とかを意識しだすと結構良くなったり、うんうんうん、でもなんか忙しくなっちゃうとどうしても食事がおろそかになっちゃうので、なるほど、そうなるとちょっと便秘気味になるみたいなことが多いですね。わかりました。あと胃
あ、冷えですよね。お腹の冷えは、それも結構冷たいものが好きで、結構アイスコーヒーガバガバ飲んでたりとか、あの甘いものも好きなので、そういうのとかで冷えちゃってるのかなっていう。なるほど。なんかこう季節っていうよりかは、なんかこう食事とかで、そうですね、バランスが崩れやすいっていう感じですかね、はい、あとは仕事が忙しくなるとか、それに合わせてストレスがとかになると、なんか余計ちょっと調子悪くなるかな。なるほど、はい。最近はどうですか？最近もちょっと落ち気味というか、はい、あんまり元気じゃないかなって。わかりました。胃痛はどうですか？胃痛はストレスがかかったりすると、結構お腹に出やすいと思いますね。すぐお腹痛くなっちゃったりとか。もともとじゃあちょっと胃腸が良くないと思ってます。やばい。あ、なるほど、わかりました。胃痛があった時とか、なんか便秘がひどい時とか、はい、まあ、あとお腹の冷えとか気になった時って、お食事以外でなんかお薬飲んだりとか、そういうことしたりとかって、長く続く痛みとかはないので、痛み止めとかは特に飲まなくて、なるべく早く寝ようとしたりとか、そういうなんか温かいもの飲むようにして、そういうので治そうとはしてます。なるほど、わかりました。あと生理不順もあるっていうことですね。いいリズムでっていうよりも、割と早く終わっちゃったりとか、来るのが遅かったりとか、バラバラです。バラバラ、はい。毎回バラバラですか？本当になんか全部つながってる気がするんですけど、仕事がちょっと落ち着いてるっていうか、はい、いいペースで来てるとか、なんか体調がいいなっていう時はやっぱりちゃんと来るんですけど、なんかそういうのも忘れちゃうぐらいこうバタバタってしてる時は、あれ、そういえばまだ来てないのみたいな感じになってることが多いです。なるほど、わ、はい、かりました。睡眠もちょっとあれですかね、寝つきが悪かったり、はい、寝起きが悪いことがある。あ、そうですね、寝つきは結構いつも悪くて、で朝もしっかり寝たっていうよりもちょっとまだ眠いなみたいな感じで、だいたい寝る時間はいつも11時っていうのは決まってる、はい、いや結構バラバラで、それより早く寝ることはあんまりないって感じ、それより遅い12時とか1時になったりとか、そのあたり。なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとここのエステの特徴だったりとか、今日行うメニューについての説明をしていきます。まずこのエステの方ですね、これは東洋医学をベースに施術を行っています。体のさまざまな不調は内側からっていう考えで、体質を一人一人見極めて、あのその方に合った施術だったりとかケア法をご提案しています、はい、で今だけその目の前の健康とか美しさっていうよりも、5年後10年後健康とか美しくいられるように約3ヶ月かけて体を整えるお手伝いをしています。でも3ヶ月でなんか5年後10年後は変わると思ったら、そうです、長くないですよね。、はい、で腸もみなんですけれども、腸もみに関してはこの腸の形だったりとか流れに沿って施術をしていくんですけど、そのマッサージが便秘外来っていうクリニックみたいなのがあるんですけど、そこの先生が監修したマッサージになります。はい、便秘の方とか特にお腹に残ってることが多いんですけど、腸に蓄積された老廃物を流したり、あと老廃物溜まったりすると腸の位置がどうしても下に下がって内臓下垂とかを起こすんですけど、そういったものをこう位置を整えていくことができます。で腸って大体約2週間で変わり始めるっていうふうに言われていて、はい、で3ヶ月で腸全体が変わるので、あの先ほどもお伝えしたように3ヶ月かけて、あのお手伝い、きれいになるお手伝いをしていきます。はい、腸もみの特徴なんですけれども、先ほどちょっと便秘がっていうお話があったんですけど、便秘に関してはここの大腸の部分に便が滞っているんですね。で、便秘の方っていうのが、腸の中にだいたい3キロはあるっていうふうに。キロっていうのは多くないです。すごいですよね。ペットボトルでそうおっしゃった。1本半以上、
この中に詰まっているので、やっぱりそういうふうに考えると内臓はこうどん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 下に、そうですよ ね下がっちゃう、耐えれないですよね。だし、やっぱりそれがずっとお腹の中にあると、やっぱいろんなところにダメージを起こしたりとか、まあ、その便って有毒なガスをこう出したりするので、お肌が荒れやすくなったりとか、なんかいろいろ体に不調を引き起こしやすくなったりします。はい、腸もみをするといいことっていうのがこれだけたくさんあって、い、はい、まあ、便秘の改善とか、まあ、ダイエットとかそういうのもつながるんですけど、はい、まあ、あと心だったりとか、まあ、お肌にも影響してくるよっていうのがいいことになりますね。はい、でお肌ってさっきも言ったように内臓の状態が現れやすい部分ではあるので、ちょっとそこら辺も一緒にチェックしていきます。お願いします。します。腸もみ始めていきます。はい、まず腸もみ始める前に今の腸の状態をチェックしたいので、はい、一度鼻から5秒かけて吸ってもらって、口から7秒かけて吐くっていうのをちょっと3回ぐらいやってもらってもいいですか。はい、数えますね。いきます。せーの、運動数1、2、3、4、5、吐く2、3、4、5、吸う2、3、4、5、吐く1、2、3、4、5、6、7、もう一回1、2、3、4、5、吐く。はい、ありがとうございます。ちょっとこの状態を覚えておいていただきたいのと、はい、少し腸を叩いて確認していきますね。はい、この音とここの音違いますよね。こっちは割と空っぽ、ここは少し詰まっている状態ですね。なんか今叩かれてて少し響いたりとか、なんかこうちょっと苦しいなとかっていうのはあります。苦しいのはないですかね。わかりました。直腸って言って、便が出る部分につながってるのと、S 字結腸って言ってちょっとこう奇妙な感じしてるので、ちょっと詰まりやすいところではあります。なんで久米さんは今回こことここが詰まってる状態、と押していきます。小腸も若干下側が硬いかな。ここら辺どうですか、触られてて。なんかいやもうこう普段触らないからこう、なんていうの、あんまやっぱ上と下は違うなっていうのちょっと違いますよね。はい、硬さがこっちの方がいますね。なんかさっきおっしゃってた冷えっていうのでは、今の状態ではあんまり感じないかなと思います。硬さもう動き出してますね。とこの状態を覚えておいてください。はい、
されてて痛すぎたりとかはないですか？はい、はい、正面が初めてなので。あ、そうなんですね。いろいろ超もみにもなんかこう種類があるんですね、はい、すごい痛い超もみとかあるんですけど、これはどちらかというと優しい施術で、なんかこう大腸もそうなんですけど小腸に主にアプローチしてくれるのでリラックス効果がすごく高いですね。うん、施術後の40歳ぐらいの方が多いですか？そうですね。ただやっぱり便秘って結構20代の方も悩んでる方が多いので、うん、最近はこの腸もみ始まってからは少し20代の方も、はい、あ、そうなんですね。なんか薬とかじゃなかなか治らないですよね。そうですね。あれ、なんかこう市販薬、はい、使っちゃうとなかなか自力ではもう、そうですね、出なくなっちゃうのと、まあ、やっぱり腎臓とかその肝臓とか、はい、いろんなところにダメージを与えちゃうので、薬って、そうですね、やっぱできるだけ、ね、なくて過ごせるんだったら過ごしたいですよね。うん、あと小腸やってるんですね。これ小腸です。なんか私症状良くなさそうちょっとやっぱ硬さが、ね、はい、ありますね。その眠りの面でもうやっぱり腸が少し関係しているのかなっていうのありますね。すごい硬さを感じます。ね、すごい硬いですよね。はい、でもなんか疲れてる時とか、うん、なんかストレスかかる時って、はい、胃というよりもしかしたらそっちだったのかなって感じですね。こっちの方が痛いですか？なんか痛い感じ、ここ柔らかくしてあげるだけで全然。セロトニンとかってご存知です？それって眠り？そうです、そうです、はい、幸せホルモンとも言われてるんですけど、はい、それを生み出すのが小腸なんですよ。え、そうなんですか？いや、じゃないんですけどなんかここ柔らかい方が幸せ感じれるというか、元気にね、人生損して柔らかい方がいいですね。反対側もやっていきますね。はい、
これは、まあ、腸もそうなんですけど、どちらかというと呼吸の深さに関係してきますね。この横隔膜っていうのが硬くなっちゃうと、はいはい、まあ、呼吸も浅くなるし、自律神経も乱れやすくなるので、ここは柔らかい方がいい、なんかここが広がっちゃうと、はい、やっぱりくびれがこうなくなったりとかもしてくるので、はい、キュッと内側に入ってるのがいいですね。腕を一度楽にしていただいて、はいはい、ここをちょっと揺らして緩めていきますね、はい、そこは何が変わるんですか、ね、ここはまた呼吸が深くなっていきます、はい、でもなんか声が出しやすくなります。本当ですか。なんか呼吸なのかな、うんうん、お腹が楽になると声が出しやすくなるなって、そうですね、あとはなんかこう喉にちょっと突っかかってる感じも、はい、多分もしかしたらあったかもしれないんですけど、はい、そういうのも解消していきます、なんでですか不思議です、はい、リンパの流れも良くなるし、はい、血流も
良くなることで、はい、体をこう巡るエネルギーみたいなものも良くなるので、そうすると喉のつっかえとか、そういうのもお腹の膨張感だったりとか、はい、そういうのも改善していきます。なんかちゃんと声がまっすぐ出るような感じがするんですよ。なかなか多分伝わりにくいんですけど、でもなんか最初にいらっしゃった、はい、お店にいらっしゃった時より声出てますよね、はい、あ、そうですか。不思議です。なんか調整してないのに勝手になる、うん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 、出しやすいですよね、はい、最後腸の状態を確認して終わりますね、はい、最初の深呼吸お願いしてもいいですか、はい、吸います。 1,2,3,4,5 吐きます。もう一回吐きます。吸います。吐く。はい、ありがとうございます。さっきより全然深くなってますね。あ、そうですよね、うん、なんか突っかかりがなくなって、うんうんうん、ふわふわ呼吸できる。そうです、楽になりましたね、はい、ありがとうございます。また音チェックしていきますね、はい。疲れてる時どうですか？うん、なんか、ま、さっきあった硬い感じは減ったかな。減りましたよね、はい、だいぶなんかこう移動してったんですけど、うん、ま、まだちょっとあるかなと思うので、少しここは何回かやる必要があるかなと思います。結構移動するんですね。移動してます。移動したんでここの音が余計鈍くなったんですよ。もう全然音でもここら辺の音はやっぱりさっきよりもすごく大きく音が出るようになったので、うん、これは流れた証拠になりますね、うん、小腸ですね、どうですか？触られた感じ。小腸が全然違うんですよ。ね、なんかすっごい最初硬くて、うん、痛さしかなかったんですけど、うんうんうん、なんかすごい楽になりました。よかったです。触ってる感じもだいぶこう沈むようになったので、うん、そうですね、うん、拭き取りますね、はい、拭き取りますね、上のタオルを取りますね。ではゆっくり起き上がります。ではお伺いしていただいて、終わったらドアを開けていただきましたら、また薬膳茶をお持ちしますのでお願いします。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。これあのさっきお話しした薬膳茶なので、はい、色が独特なんですけど、よかったら飲んでみてください。浮いてるのって格好、ね、あ、そうです、そうです、よくご存知ですね。いや、なんかあの薬膳鍋とかでも、その中に入ってない、今日入ってないんですけど今回は、はい、のお茶の中にナツメとか、うん、あと安眠効果とか精神安定とか呼ばれる、うん、ちょっとこう中国特有の龍眼肉っていうフルーツだったりとか、うん、そう、黒ごまとか、うん、ちょっと血になるものが多く含まれてますね、うん、でもなんか全然鉄臭いとかなくてすごく美味しい、ね、あ、本当ですか、うん、なんかナツメ単体でダメな方はこういうお茶で取っていただいた方が体も温ま
るし、うん、取り入れやすいかなと思います、うん、はい、すごい美味しいです。なんかほんのり甘いのはそこ入ってるの？あ、そうですね、氷砂糖がほんのちょっとだけ入ってるのと、うん、夏目とかってちょっと甘さがあるので、うんうん、それで甘く感じてますね、はい、美味しいです。ありがとうございます。今日も亀井さんのちょっとお腹触らせていただいて、はい、ちょっとこう感じたことがあるので、はい、そこをお伝えさせていただきます、はい、で体のタイプにもつながるんですけど、はい、腸のタイプっていうのが大体5つに分かれていて、1個だけ当てはまる人もいれば、はい、2つぐらい当てはまる方も結構いらっしゃるんですけど、亀井さんの場合は、はい、今回はストレスタイプが当てはまってます、はい、ガスが溜まったりとか、まあ、便秘本当にこう詰まっちゃう感じの方なんですけど、うんうん、この体の状態っていうのがちょっと頑張りすぎちゃって、はい、自律神経が乱れやすくなってしまってる状態、うん、なんでこう対策としては、はい、まあ、忙しいと思うんですけど、まあ、心だったりとか、うん、体っていうのをリラックスさせる時間だったりとか、うん、っていうのが少し必要になります、うん、はい。お食事に関しては先ほどもお伝えしたんですけど、はい、三つ葉とかシソセロリとかの香味野菜だったりとか、うん、あと柑橘類っていうのがよく合っていますね、はい、でこのストレスタイプって肝機能が結構疲れやすいタイプだったりもするので、はい、まあ、合わせて薬膳の芽とか食べてるから分かると思うんですけど、まあ、夏目が入ってるものだったりとか、クコの実も気になりますし、目の疲れもすごい取ってくれる効果が、ね、はい、あるので、まあ、いつものなんかこう、まあ、お鍋を作るんだったらお鍋の中にポンとこう入れてあげてもいいかなとは思います、はい、だいたい今日の施術でだいぶ流れはこう整えることができたので、まあ、そうですね、2週間に1回ぐらい来ていただいて、あとはお家でのセルフケアですね、お水もたくさん飲んでので大丈夫だと思いますし、うん、あとはお食事の面とちょっとリラックスする時間、そうですね、うん、っていうのをそう作ってあげて、はい、まあ、チェックも兼ねて来ていただくのが、うん、そうですね、はい、いいかなと思いますので、こうやってやってもらってる時間が一番だから、確かにそれありますね、自分で、うん、やろうとしてても、うん、別のこと考えてるとか、うん、してると思います。そうですね、スイッチをオフしに来るっていう意味でも、うん、こちらに来ていただくのも、ね、はい、いいかなと思います。はい、またお待ちしてます。ありがとうございます。このお部屋の空間もすごいリラックスする空間で、セラピストさんがすごいめちゃめちゃ優しくてすごいお綺麗なんですよなんかあ、すごいなんていうんですかね、なんか続けたらあんなになれるのかなって思っちゃうぐらい素敵な方で、で腸もみは私今回初めてだったのでちょっと緊張してたんですけど、まあ、痛みで言うと最初の時はなんかやっぱちょっと緊張してたりとか、あと、まあ、元々そんなこうよろしくないとちょっと硬いのかなって感じだったんですけど、やっていただくうちにすごいなんか自分でも、あ、柔らかくなってきたって分かってきて、それが本当にすぐに呼吸しやすくなったりとか声が出しやすくなったりとかして、なんか今までになかった感覚、なんか続けてったらこれもすごい体調が良くなりそうだなって感じました。なので、はい、続けていきたいと思います。ありがとうございました。で施術後は薬膳のお茶、結構いろんなサロン行ってで薬膳のお茶が出たの本当初めてなんですけど、それがすっごい美味しくて、やっぱり自分に今足りないものだったり、やっぱり効いた後だったのですごい体に染み込んでいく感じもして、すごい美味しかったです。家でもなんか飲んでみようかなと思いました。ありがとうございます。お家でもちょっとセルフケアをやってみてください。はい、はい、またお待ちしてます。ありがとうございます。どうぞ、気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございます。はい、待ちしてます。